成人式か。そう、どうもプロタンです。やっほー。そしていや、言えよ。調子悪くなってるね。久しぶりすぎて。山下です。山下くん、はい、やっと久々に来ましたね、このコラボ。はい、パチパチパチ、新年明けましておめでとうございますということで。山下くん、何も今日は山下くんに動画の趣旨を伝えてないんですけど、山下くんびっくりすると思う。今日またやりますよ。今日は山下くんに、まああの、お年玉あげようかなと思って。おお。まあ、上から目線で申し訳ないんだけどね、まあ、日頃の感謝を込めて今日は山下くんに、まあ、今までいろいろ頑張ってきてくれたじゃない、動画で変なことやったりさ、辛いラーメン食ったり、ほら麺倒すき出したりいろんなことやってたんで、まあ、あの今日はそのちょっと恩返しということで、はい、感謝の気持ちを込めてこれからもよろしくって意味を含めて、はい、お年玉あげたいと思います。おー、あざーす。ということで、あるところまで行きましょう。はい、ってことで行ってきます。はい、はい、ということで山下くん、ここは、はい、歌舞伎町ですけども、はい、来ましたね。はい、はい、山下くん、はい、お年玉いくらぐらいだと思いますか、もらえる感覚として。いや、これガチな企画だから、やっぱり普段言えないけどさ、動画上では、動画上だから言えるけど、まあ、動画界では普段言えないから、まあ普段の、まあ、今までの感謝の気持ちを込めてどれぐらいだと思う。3万から5万とかじゃないですか。ああ、なるほど。じゃあ山下君、はい、これ持っててくれ、ビデオカメラ、この状態で、はい、この状態で、はい、うん、じゃあこの中に君に渡すお金持ってきたから、はい、じゃーん。いくらだと思う、これいくらですか。50万ぐらいですか。バカ言えなく、言いづれえじゃん。20万だよ。20万。マジっすか。うん、20万。え、いや、なんか取られそうになってすげえ心拍数が後で怖えぞ、やっぱり歌舞伎町は。変なおさんに見えつけた。怖えな。山下君、20万を君に渡す。マジっすか。いや、今までの感謝の気持ちを込めて。そんなもらっていいっすか。いいよ。で、それで、はい、何使ってもいいよ。うん、で、それを君が、うん、山下君が何使うか、うん、あの、撮るっていう動画だから。ああ、そういう企画だよね。順位使ってくれ。まあ、うん、まあ、ここ歌舞伎町だからさ、キャバクラもやってるだろうし、うん、まあ、俺もそれだったら参加させてもらうけどキャバクラに使ってもいいし、ソープにも、はい、まあね、高価なブランドでも買ってもいいし。そうですね、自由に使ってくれ。コメントでもいろいろあってね、僕も薄々やんなきゃと思ったからってことで、山下くんの20万で買い物見たいと思います。じゃあ行きましょう。はい、すごい。はい、ちゃんと20万円ありますね。じゃあそれで何使います。最初はどこ行きます。最初はちょっとね、うん、コンビニに行こうかなと。あ、コンビニ行きますか。はい、おー、じゃあ何に使うか分かんないけど、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう。はい、まだ撮ってるのかよ。撮ってる。どうですか、気持ちは。え、すごい。20万持ってるわ。生で裸で20万撮られるなよ、お前。怖い。怖いよな。え、初めてこの生で20万受け取るのって。いや、初めてですね、これは、うん、本当にすごい。よいよ、かぐね。来たね、バッチリが。いや、いいっすね。いいっすね。いや、ちょっとでも喜んでもらいたくてさ。いや、大金持つと人の視線とかすごい変わるっていう。ほんと変わる。変わる。警戒心が強くなる。いつ襲われんじゃねえかみたいな。怖い。いや、使っちゃってください。パーッと。パーッとね、歌舞伎町なんでね。うん、どれを。はい、何買うの。20万円でだってコンビニ行って何でも買えるよ。うん、何、じゃあそれ買おう。何買うの。じゃーん。ハーゲンダッツのストロベリーフロン。お前、中学生の贅沢か。お前はもっといろいろ買えよ。しかも自分の金じゃねえ。俺の金じゃねえ。
ついて1万円でこれ買うわけにもいかないからね。じゃあすみません、いただきます。うん、20万円で買ったハーゲンダッツ、ストロベリーじゃねえし、しかも裏切った。じゃあすみません、いただきます。はい、どうぞどうぞ。うわ、うまそうに食うね。うん、え、どう、おいしい？うん、うまい。よかった。うん、でもっと使おうよ、ドカーンとさ。うん、分かるじゃん、来ないとドカーンじゃん。来ないとドカーンと使う。よし、じゃあ僕マジで知らないんで、山下くん次行くの。うん、じゃあ次はもう決まってるんですか、行くところ。決まってます。おお、これはもう前々受け取った瞬間にもうこう行こうって決めてた縁ですな、それは。はい、顔。え、山下くん何これ、花屋さんじゃん。はい、何、花、何、花を買う気？いやー、いつももうね、お世話になって彼女さんに。お前いい男すぎるだろ、マジで。え、冗談でしょ？いや、マジっす。え、マジで買うの？マジで買おう。え、彼女のために花を買うの？はい。だったらさ、もっとネックレスとかさ、高価な指輪とか買えばいいじゃん。5万とか10万ぐらいの。いや、そういう高いもんはさ、自分で稼いださ、金でさ、プレゼントしたい。お前、動画だからってそれ、刻ってるでしょ、絶対。マジで？すごいな、いいやつすぎるだろ。やべ、なんか俺ちょっと感動してます。普通にちょっと感動して、いや、なんかちょっといいなと思っちゃいました。じゃあまあ使ってください、パーッと。パーッと、うん、そこら中の花をバーッとさ、かき集めちゃっていいんで。山下くん、ほんとそれでいいの？はい、これだけで。いや、次も行こう。じゃあ、次もうバット使う。バット使う。ほんとだろうな。全部使う。全部使う。え、言ったね。だってまだ19万9000円ぐらいしか使ってない、お前。あ、1000円しか使ってない。残り19万9000円残ってるから。はい、それ一気に使える。オッケー、じゃあ使っちゃいましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、山下くん、どこ行くんですか、そんなに。19万も使える？はい、全額ね、使っちゃいましょう。ここです。え、何ここって、お前。お前何やってんだよ。何やってんの、お前。いや、ちょっと将来不安で年金とかもらえるか分かんないから。お前現代の新入社会人かよ、お前。貯めるなよ、使えよ。すいません、全部いただきます。なんだこいつ。企画だったんだよ。じゃあ山下くん、はい、まあ、あんな形で終わって僕はちょっと、まあ、驚いてます。驚いてるというか、まあ、企画倒れになっちゃいましたけど。ありがとうございました。はい、どうでした、いきなり20万円っていう大金もらって。いやー、やっぱすげー嬉しいんですけど、はい、やっぱ急には使えないですよね。あー、やっぱ急に使えないですか、最近は。じゃあまた日を改めて使うって感じで。そうですね。あ、なるほど。まあね、まあ、こうやって動画にすること自体、まあ、おかしな話だけど、まあ、僕も、まあ、YouTube やってるんで、やちょっと動画にしちゃったんだけど、まあ、日頃、まあ、感謝の気持ち言えないし、まあ、なんだろう、まあ、この動画だから言うけど、まあ、山下くんはね、まあ、社会人で、まあ、僕とは違って真面目に、まあ、働いて、まあ、休みの日もほぼないと。で、明日も仕事でしょ。いや、本当ありがとうございます、来ていただいて、いつも盛り上げていただいて。俺だったらさ、嫌だから絶対。もし友達が YouTube やってて、まあ動画には出たいって気持ちあるかもしれないけど、こうやって毎回毎回出たいって言われたら出たくないし、だけどまあ嫌な顔せず来てくれてありがとうございます。まあね、まあこうやってまあ動画撮ることによってバカな動画やってますけど、まあこれがまあ将来、まあ、黒歴史になることはまあ間違いないかなって思うんですけど、まあ、少しでもね、こうやって山下くんの人間性とか少しでもお互いがまあいいように見られるように、はい、まあ、これがいいように見られるようにっていうか、プラスに将来なるように、まあ、これからもね、一緒に頑張っていけたらなっていう気持ちを込めてやりました。ということで、ありがとうございました、山下くん。まあ、これからもお願いします。お願いします。ということで、まあキリが悪いですけど、まあこんな感じになります。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ使ってください、お金。
全然遠慮なさらず、はい、ありがとうございます。山田君どうしたの？いや、ちょっとやっぱり返すわ。ちょっといやいいよそういうの。いだからね、金に困ってもないしさ、ね、プロタンさんのおかげで今の彼女と付き合えてるわけだし。いや別にいいんだけどさ、いいよ使って。いやいやいいよ、うん、いやいいよ、だって企画的におかしいもん。もう動画撮っちゃってるけどさこれ、うん、お前がなんかまた下ろしてどっか使うのかなと思ったから、うん、撮ってたんだけど、いやそうやってなんかいい子ぶんなくていいから、いやまた動画でそうやって山下くんの好感度上げる気でしょ。いやいやそういうことじゃないから本当に。いや一緒に撮れてることで俺は幸せだから。これで10万をえお返しします。マジですか、はい、じゃあまたなんかじゃあ山下くん今の彼女と結婚して、はい、でその時にお祝い金で、あそうですね、うん、10万入れるわ、はい、ということでじゃあなんか変にちょっとネタっぽい感じになっちゃいましたけど、じゃあありがとうございます。はい、終わりました。じゃあ、ね、まあ病気なくこれからも人生楽しんでいきましょう。そうですね、はい、いやということで変に感動的なフィナーレに山下くんの好感度激上げのエンディングになっちゃいました。いやありがとうございました。まあこれ使いましょう。せっかくの山下くんのご好意なんでこれ使います。ありがとうございます。